はい、こんにちは、新庄です。伊出です。看護学生の皆さん、看護師国家試験、保健師国家試験、助産師国家試験、お疲れ様でした。本当にお疲れ様でした。3年間、または4年間、このために頑張ってきた皆さんなので、大変だったと思いますけど、いい結果を得れたんじゃないかなと思います。はい、はい、僕たちがね、国家試験受けたのはもうえらい前のことで、何年前ですか？もう6年。6年前になりますけれども、当時のことを思い出すとね、本当に大変だったなということを思いますので、はい。まあ今年のね、受験生の皆さんも本当大変だったんじゃないでしょうか。はい、本当にお疲れ様です。まあ今年はね、いつもに増して難しいと言われてますけど、毎年は言ってますけど、ボジョレ・ヌーボーみたいな。まあね、毎年難しいということでね、学生の皆さんは大変だったと思います。でね、そんな僕たち6年ぶりになるわけですけど、第111回看護師国家試験。解いてみたいと思います。はい、はい、解いてみましょう。僕はね、今看護師から離れているので、看護師の知識はね、だいぶ薄れてきてではないかなと思うんですけど、まあ、井出くんは現役ですので、ね、ここは落ちたらまずいということでね、免許剥奪されるかもしれない可能性ありますからね、はい、ちょっと真剣に解いていきたいと思います。はい、事前にね、勉強しようかなと思ったんですけど、こんな暇なかったんですよ。ノーベンで挑んでみたいと思います。統計とかはね、もう変わってきてるところもあるだろうし、おそらくそのコロナとかでいろいろ変わるところもあるだろうから、まあ、ちょっと勘に近いところもあると思うんですけど、頑張って解いていきたいと思います。はい、じゃあまあね、せっかく2人で解いていくということでね、一応負けた方には罰ゲームを用意しようかなと思っております。そうですね、やるからには、やるからには、その方がね、やっぱこう真剣に解くんじゃないかなと思いますんで、はい、我々ぐらいになるとね、試験時間に丸々集中するというのがね、ちょっと難しくなってくるんで、ね、それはもう無理ですよね。ちょっとやっぱかける必要があるのかなと思います。そうだね、で負けた方がね、勝った方に焼肉を奢ると、ああいいですね、いう、まあちょっとライトなね、罰ゲームですけれども、はい、まあそのぐらいの鍵ごとがあった方が楽しんでできるんじゃないかということで、そうだね、はい、じゃあ早速やっていきましょう。いきましょう。さて、時間はどうするか。時間は、1時間で1時間本来であれば2時間半、2時間半のところを5じゃないけども、ガンガンやっていきましょう。そうだね、よし、初っ端からちょっとわからないですけど、もうここはね、どんどんいきましょうね。うこんなになんか、統計的な問題多かったっけ。多いね、全然わかんない、わかんない格動機のメガマックス絡んで、学童機のメカツは絡んで、結構いけるんじゃないかなと思っているの。何若干言ったらハンデがあるから見ないでください。露骨なカンニングは。いやでもむずいぞ、看護師として働いてて当たり前の知識ですらちょっとこれどうだっけっていうところもあるな。美味しい焼肉が食べられそうですね。どうですかね、これ難しいなぁ、このどっちとも取れるような。これ22問目解いた、今ちょうど21問目。これ全部ありえる、まあその後々に来るとかそういう可能性だよね。しかもそのさ、30秒って気道粘膜をそのさ、どれぐらい深く入れたとかそういうのにもよる気がする。不適切問題です、ね、不適切問題不適切問題です。問題文を読むのが問題文読むのが疲れるな、これ。久しく問題文を読むっていう作業をしてないからな。これで予想以上にこれはきついぞ。そもそも集中力がね、持ちませんね。全然持たないよ、これ。きちぃ。これもう現役で受けてた時もね、途中でもう飽きちゃって。現役はやばいだろ、途中で飽きるの。途中で飽きちゃって、途中で帰った。なんであなた今ここにいるんですか。だとしたら。一応まあ問題は全部ね、終わらせてはいたんだけど、途中でずっと座ってるのがね、もう無理で退出しました。長いよね。いや、長い、普通に拘束時間が長いんだよな、看護師国家試験。しんどいわ。ピリついた空間もちょっと嫌だし、すげえ咳バレしてるやつってうちの大学の人間なんですけど。妨害行為を妨害行為をやってましたよ。やめてくれよと思って。
しそうだ。はい、終了いたしました。これも最後終わりました。ちょっと待ってください。ちょっと待ってください。やっと終わりました。ちょっと待ちましょう。いいんですよ、一番で。ちょっと待ってください。一番でいいんですよ。絶対ないです、この答えは。はい、ということで終わりました。回答終了しましたよ。回答もう出した。出しちゃった。さて、結果の方をじゃあ見て、はい、いきましょうか。はい、じゃあまず新庄からいきましょうか。いいんですか。はい、言ってください。僕は必修40点。40点ってどうなんだ。受かってるでしょ。あ、ギリギリセーフ。8割取れればいいからね。必修は一般と状況設定合わせて235点ですね。あれ、そうやってどうなの。あ、違うわ、195点。あ、なるほどなるほど。これはどうなってんのかな。なんかあれだよね。はいはい、こんな感じです。まあ、とりあえず必修受かってるんで、なんとかね、とりあえず落ちてはないということで。思ったより取れたね。うん、意外とね、分かった。あ、まあ、あとは運だけど。でもなんか結構合格点って、その年のね、平均とかによって、ね、うん、ちょっと多少変動したりもするから、こう必修受かってるのがね、すごい嬉しいよ。そうだ、ね、必修受かってるの嬉しいな。ちょっと俺どうかな。はい、じゃあ俺見ていきます。一周落ちます、この方。マジで。じゃあちょっと、はい、確認してもらいましょう。必修が39点。はい、この人、落ちました。一般の方が、合わせて187点なんで、新庄から低いですね。これはやばいですね、これは。今日の焼肉がうまいことになりそうですね。あれ、まさか俺負けるとはなかったな。あ、そう。ちょっとこれ何間違えたかな。悔しい。これはちょっと思った以上に取れてるのと、必修が受かってたのが嬉しいのと、僕もまだまだ看護師としてやっていけるんじゃないかなっていうね、自信を取り戻せたっていうところでね、今日は素晴らしい回になったんじゃないでしょうか。はい、引退します。うわ、マジか、そうか。これはまあ難しかったね。統計的なところはもうほとんど運だし。まあそうだね。俺どこか間違ってんだろうな。やっぱり女さんとかね。あ、もう本当にダメだった、ね、そこら辺はもう本当にわからないから。あとね、正直ちょっと不適切問題がね、うん、あったね、目立ちました。うん、わー、マジか。これはもう毎年受けたくなるようなね。楽しいですね、看護師国家試験を解くっていうのは。まあでも今回おそらく2時間かかってないよね、これ解くの。かかってないね。さささっと解いたんで、まあ普段よりね、考える時間も短かったんで、まあそんなにね、気を落とすことなく。ポンポンすんなよ、ポンポンすんなよ、マジ。まあまあ、これからね、しっかり勉学に励んでもらえればね、看護師としてやっていけるんじゃないかなっていう。まあ何かわからないことあったら相談してもらったら全然聞くんで。はい、ということで今回は第111回看護師国家試験解いてみました。結果はね、言うまでもなく、はい、僕の方がいい点数を取れたということでね、これは日々のね、看護師に向き合う気持ち、そういうところがね、反映されたんじゃないかなと思っております。まポンポンすんな。僕たちはこんな感じの結果でしたけど、はい、とにかく看護学生の皆さん、国家試験お疲れ様でしたということで、きっとね、いい結果だと思いますよ、僕たちでこれなんだから、はい、久しぶりに国家試験解いてみて楽しかったんでね、毎年これはやっていきたいなっていう、そういう気持ちになりましたね。いや、しんどいよ、もうしんどいよ。ただこの集中力を持たせるのがね、本当に大変だね。看護学生の皆さんはね、ここまで頑張ってやってきたと思うので、次は看護師として楽しいね、看護師人生が始まると思うので、楽しい楽しい、頑張ってくださいということで、じゃあ焼肉行きますか。もうこれはなんかちょっと自分への戒めとしてね、おごらせてほしいなっていう。今日の焼肉はうまいだろうなって、そういう気持ちです。悔しい。落ちたこともね、もちろん悔しいんですけど、こいつに負けたっていうのが一番悔しいですね。はい、ということで今回の動画は以上になります。また次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。悔しい。勝利なお、いただきたい。じゃあ、いただきます。変なリアクション変なの小さく突き上げさせていただきました。TPO を歯医者の焼肉を反省の牛タンですよ。よし、
TPO をわけまえてますね。負けても牛タンはうまい。牛タンはいつだってうまいですから。この辺の心理、ここでしっかり肉食って明日からの看護師として励んでもらいましょう。勉強します。